込んだ黒い車の前方は大きくひしゃげているのが分かります。白い乗用車は歩道に乗り上げ、壁にぶつかり大きく損傷しています。午前11時過ぎ、札幌市中央区宮の森2条9丁目の信号機のない交差点で、乗用車同士が出会い頭に衝突し、弾みで2台はそれぞれ車庫や壁に突っ込みました。この事故で未就学の女の子2人と30代から50代の男女3人が病院に運ばれましたが、いずれも軽傷です。警察は事故の詳しい状況を調べています。